こんにちは。リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団大阪のぞみ教会の牧師の石井和則と申します。今日は7月2日火曜日、今日の聖書箇所はエレミア書23章の9節から22節です。タイトルは霊的指導者の悪は国全体を暗くしますです。今日も神様がくださった御言葉を共に味わい黙想してまいりましょう。エレミア書23章9節から22節。預言者たちに対して私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。葡萄酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のために。国は貫通するもので満ちているからだ。地は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とする。実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも私は彼らの悪を見出した。主の見告げ。それゆえ彼らの道は暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされてそこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。主の見告げ。サマリアの預言者たちの中に淫らなことを私は見た。彼らはバールによって預言し、私の民イスラエルを惑わした。エルサレムの預言者たちの中にも恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くして、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。それゆえ万軍の主は預言者たちについてこうおせられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。万軍の主はこうおせられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また頑なな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている。一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか。誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、
民をその悪の道からその悪い行いから立ち返らせたであろうに。エレミア書を読んでいて気づかされることは、それは傲慢さがいかに大きな問題であるかということです。神の言葉を聖書を通して聞いたらですね、それをそのまま民に語らなければなりません。しかし民が喜ぶだろうとか、まあ、自分がまあ良い信仰者のように見えるようにとか、まあ、そういった邪念がですね入ってくるということがあります。神の御言葉を語っていると言いながら、実は自分の願いを語っているという場合があります。御言葉を語る務めをいただいている者たちは、特に神の思いか自分の思いかということをこう瞬別するということが必要です。傲慢になって高ぶっていると、とりわけこの神の思いではなくて神の言葉を自分が使って自分の思いを人に語っているということがありえます。リビングライフの本日のですね箇所のところ39ページにある黙想の、あのエッセイにですねこのような言葉が記されています。自分の思い通りにしようとする態度こそ偶像礼拝の根です。自分にとって都合の良い神様だけを受け入れたい、それが偶像の神を作ってしまうということです。自分の欲望の投影ですね。御言葉の前にまっさらな心でひざまずくということを通してですね聞く、その態度がないといけないわけですね。そうでないといくらですね御言葉を一生懸命勉強して知識は豊富であったとしても、あの偽物になってしまうわけです。御言葉を語る務めが委ねられているものこそ、特別に自分が謙遜であるか、主の前にまっさらな心を保っているか、先入観を抱いていないか注意しておく必要があります。私のですね友人のクリスチャンで、地面に突っ伏してお祈りする、本当に顔をですねこの地面につけてお祈りするっていう人がいるんですけれども、私はなんと素晴らしい祈りの姿勢なんだろうかと思いました。神の前に自分が決して高ぶることがないように、いつでもどこでも誰に対してもう決して変わらずに、いつもひざまずくようにしてこう祈っていく、まあ、そのように歩みたいという思いがですね、その人のその姿から祈りの姿勢からこう見えてくるんですね。でこういうことはおそらく私は思うんです。意識して努力してしすぎることはないと思います。エレミア書全体で常に言われていることは、謙遜であれということが常に言われている。で傲慢こそが問題であるということが言われているからですね。クリスチャンは神様とのこの関係が回復して福音の中を生きています。しかし、神様からこう聞くメッセージというのは、私たちにとって都合のいいことばかりではありません。というよりも、神の言葉から聞こえてくる内容が、私たちをこう咎めるという場合も多いんですね。私なんか特に新旧約聖書両方ですね毎日聖書通読をするように、もうそのことに命をかけるようになってから、神様から怒られたっていうような経験がすごく多くなってきた気がします。今日のところもそうですけれども、御言葉を預かっていたものが、忠実になるという、御言葉に忠実になるということを選び取っていかないと、謙遜に主にひざまずくことを怠ると一体どうなるのかということが記されているんですね。14節を見るとこう書かれています。彼らは皆私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようであると。ソドムとゴモラという町は非常に堕落した町で、外国人がその土地を訪れるとその人をもてなすんじゃなくて、性的な対象として強姦するような、まあ、滅ぼされるべき場所だったんですね。自分の思いのために誰かを犠牲にして、それで良心の呵責も感じないような、全くこの神の臨在を何も感じることができないような状態に人々は落とされていってしまうと、それが傲慢であることの行き着く先であると主が教えてくださっています。ですからこの日々の歩みの中で神に見せないところを自分が作っていくとですね、
このようにやりたいようにこれは自分はやるんだと、誰かが自分の上に犠牲になってもそれは 何も感じずにもう構わないと、というような傲慢な意味になってしまうんですね。だから最終的なこの裁きが下されないうちに、ただ神様のもとに帰って平安をいただいてですね、神様のご支配のもとに行くっていうことが必要です。そうでなければ多かれ少なかれ神を失ったその自分の道に迷い込んでしまって、傲慢さにさえ気づくことができない道に行ってしまうことになります。私は一人のクリスチャンが決定的に重要な役割を今この地上で担っていると思っています。一人のクリスチャンが変わることで低くさせられて、謙遜にさせられて、神様の前でのその自分の態度を深く自分自身に問うていく、そのように態度が変わってきますと周りも影響を受けると思っています。というのもですね、私の父親は未だ主を信じていますと口では告白していません。聖書を読み始めているんです。私の父なんですけれども、読み始めていますけれども、自分の意思でですね、信じますとは言ってないんです。しかしもしも私の父がですね、神様の言葉に真剣に聞くようになって、学んで日々変化しているなどということを私がもし聞いたら、今度はそれ私自身がものすごく大きく影響を受けると思うんです。私自身がまた悔い改めさせられて別の歩みを始めると思います。そんなことを想像しますとですね、人を変えようとしてもなかなか人は変えることはできないんですが、また自分自身の人生を振り返っても、誰かにお前こんなに変われと言われても変われなくて、逆にその怒りを覚えるだけなんですけれども、しかし私の人生をこの振り返っていますと、信仰者としての歩みを見ていくと、名も知らないというか、ちゃんとこう覚えていないような人、集会にこう出ていて、その集会の中で必死に神様の御前にこうひざまずいているような、そういう人たちから実際私は非常に大きな影響を受けてきたんです。特に額をですね、地面につけるようにして必死に主の前に祈りを捧げているような人、腰を低く、身を低く、頭を低く主に叫んでいた、その人たちの姿、その人たちを目の当たりにした時から、私のこの心の内側の改心というのは始まっていきました。ですから人を変えるのは、これなかなか至難の業なんですが、自分が神様の前でこの変わっていけば、確実に周りは影響を受けることであると思います。ですから私自身、私も今自分に問うて、皆様もどうぞこの御言葉を伝えたいと思われるのであれば、自分自身の内側で神様の御言葉がちゃんと味わわれているかどうか、そのことにまず立っていただきたいと思います。では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを導いてくれた名もなき信仰者たち、その一人一人は必死に神様の御前に祈りを捧げ、神様との歩みをこの必死に歩んでいかれていました。主なる神様、どうかそのこの自分自身を投げるようにして前に、自分自身をこの神様に捧げるようにして歩むような民、その民をどうかこの地球上、この地上であふれるようにたくさんあなたが生み出してください。神様、本当にその一人一人が神様の前にひざまずく、その上に神様の栄光があることを覚えます。その栄光を一人一人が見て、そして改心が起こり、この人類が皆変えられていきますように、どうぞ導いてください。主を一人一人の信仰をどうか強めて、また生まれ変わらせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。